こんにちは、絶対に有名にはなれないです。今日は実況パワフルプロ野球をやっていきたいと思います。なんと今、パワプロではパワプロの日といって、10連ガチャが無料だったり、ガチャのために必要なパワーストーンがもらえたり、パワーストーン最大826個、最低でも2個もらえるスクラッチなど、いろいろすごい特別な日です。さらにこれを記念して、パワプロのツイッターをフォローして、リツイートすると家電製品、グルメ、アマゾンギフト券などが抽選で当たるようになってます。そこで今日はパワーストーンが最大826個がもらえるスクラッチをやっていきたいと思います。このスクラッチ、10回目、20回目は4等以上が必ず出ます。自分は今回が10回目のスクラッチです。その前にこのスクラッチは簡単な3つのミッションをクリアしないとできません。まず、そのミッションを説明したいと思います。まず、このノーマルガチャを1回引く、について話します。このノーマルガチャを1回引くためには、下のガチャというとこをタップし、ノーマルガチャを選択します。するとガチャルというのが出てくるので、そこをタップします。そしたら、やめる、か、ガチャル、と出てきます。ガチャルを選択したら後は、タップしたら終了です。そしたら、一つ目のミッションは達成となります。次は、通常スタジアムで試合を行うのやり方を説明します。まずスタジアムを押して試合を押します。もう一度試合を押します。そして対戦相手を選択します。選択したら、調子確定というところを押して、次へ押して、下の試合開始を押します。そしたら始まります。あとは適当にするだけです。これは負けても勝ってもどっちでもいいので、ダイジェストに。初球打った。これは内野ゴロ。バッター。最後のミッションは、サクセスでセクションをクリアするです。やり方はサクセスを押して、高校を選択し、下の次へをタップして、イベキャラを選択して、下の次へをタップして、下の育成開始を押します。ここをゼロターンになるまで進めます。セクションが終わったら、こんな画面が出てきます。画面をタップして次へ押して、右上にあるサクセス中段を押せば、3つ目のミッションは終わりです。大変お待たせしました。スクラッチをしていきましょう。おさらいですが、自分は10回目なので、4等以上は確定です。もちろん狙うのは、最大の826個です。では行きましょう。